はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。炎のアコギア、おっとりや中澤チャンネルでございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。本日もですね、素晴らしいギターご紹介させていただきたいと思うんですけども、本日ご紹介させていただくのはこちら、ギブソン J45 でございます。また J45 って思ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですけども、そうなんですよ。当店はですね、この J45 ってかなりたくさん入ってくるんですよ。なんでかなと思ったんですけども、やっぱりこの J45 世界的に大変それだけ人気があって有名なモデルっていうことですよね。それだけ流通してるっていうことだと思います。そしてこの J45、実は私自身が大好きなんですよ。プライベートでも J45 使ってるんですけども、やっぱり物というのはですね、好きなところに集まっていくという性質があるようです。ですので、当店にこの J45 っていうのはですね、もう全国から集まってくるんじゃないかなと思います。はい。ですので、J45 がお好きな方とかですね、これから45をちょっと検討したいなっていう方は、ぜひうちのチャンネル、うちのページというのはですね、チェックしていただきたいんですけども、その中でも、LINE アットのご登録は絶対にしてください。はい。というのはですね、この動画にアップする前にですね、LINE アットの方で新着情報みたいな感じでバンバン毎日流してるんですけども、そのアップした時点で売れてしまうっていうことがたくさんあるんですよ。なのでぜひですね、アコギ好きな方、J45 好きな方はですね、この LINE アットぜひご登録ください。はい。登録方法はこの欄外にございますので、ぜひそちらの方ですね、ご確認の方をお願いいたします。はい。ということで、改めまして、本日も素晴らしいギターご紹介いたします。こちらでございます。じゃじゃんということで、ギブソン J45CS というモデルになります。はい。こちらのモデルなんですけども、2005年にですね、発売されたもので、山野楽器さんが代理店だった頃の貴重な、レアなモデルとなっております。はい。こんな方にですね、この45はおすすめしたいと思うんですけど、まず一つ目はですね、J45 と、言ったら、ギブソンと言ったらですね、やっぱりこの泥臭いブルージーなサウンドっていうのがイメージがあると思うんですけども、あんまり泥臭いサウンドって好きじゃないっていう方も中にはいらっしゃるんですよ。ちょっと個性がありすぎるみたいなのがちょっと苦手だっていう方にはこちらかなりおすすめです。あとですね、やっぱ J45 と言ったらこのカラーがですね、どちらかというとヴィンテージサンバーストのものが多いじゃないですか。結構人が被っちゃうんで、他と被りたくないな、このチェリーサンバーストが好きだなっていう方にはおすすめです。あとはライブとかで気兼ねなくガンガン使いたいっていう方にはですね、こちらのギターをおすすめでございます。はい。ではですね、早速なんですけども、こちらのギターのおすすめするポイント3つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、スペックとコンディションです。はい。まずスペックの方をご説明させていただきます。先ほども言いましたけども、このカラーの方がですね、チェリーサンバスト、その中でもちょっと色が脱色したような、本当ヴィンテージ感がある、そんなチェリーサンバーストとなっておりまして、このラージピックガードっていうのが特徴でございます。ですのでこのルックス的にはですね、1960年代をイメージしたルックスとなっております。はい。トップの方はですね、シトカスプルース、サイドバックの方がマホガニー、ネックの方もマホガニーで、シバントブリッジの方はローズウッドとなっております。そしてペグの方がクルーソンタイプのですね、白ボタンペグとなっておりまして、ナット幅の方なんですけども、約 43.8mm ほどで、標準のネックサイズとなっております。太くもなく薄くもなくっていうところで、現行の J45 のスタンダードとほとんど同じような感じなので、そのあたりの、通常のネックが、に慣れてる方には非常に弾きやすい、そんなネックグリップなんじゃないかなと思います。60年代といえばですね、この、ナット幅が39ミリとか40ミリのナローネックの細身であったりとか、あとですね、ブリッジの方がアジャスタブルブリッジだったりとかするんですけども、こちらのモデルは、通常の仕様となっておりますので、見た目は60年代なんですけども、そういった細かいところは現代風といったところで、ハイブリッドなそんな仕様となっております。はい。コンディションなんですけども、全体的にですね、ちょこちょこと使用感がある個体です。こちらですね、ワンオーナー品となってるんですけども、前の方がですね、普通に使ってきた個体ですので、使用感若干ございます。例えば、この、ヘッドのですね、エッジの部分に、当て傷があったりですとか、あと、そうですかね、このネック裏にちょこっとした、
ね、蛇根みたいのがあったりとか、あとこのボディですね、この辺りにもちょっと米粒大の蛇根があったりとか、まあ全体的にちょこちょことはですね、使用感あるんですけども、大きな傷ダメージ、大きなリペア歴とかはございませんのでご安心ください。あとですね、フレットの残りもございますし、ネックの状態も抜群でございます。末永く安心してお使いいただける、そんな個体となっております。そしてここ大事なところです。ギターの要とも言われるこのナット、そしてこのサドルをですね、当店の方ですね、良質な牛骨製で新規交換させていただいております。おっとりやチューン済みとなっておりますので、ぜひですね、このサウンドのポテンシャルもさらに上がっておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてですね、こちら前のオーナー様がこのフィッシュマンのレアアースピックアップの方をつけておりますので、ライブ派の方にもですね、即戦力になる、そんなギターでございますので、ぜひですね、こちらの方をおすすめしたいと思います。はい、そしてこちらのギターのおすすめするポイント、2つ目でございます。サウンドでございます。はい、最初にもお伝えしました、このブルージーで泥臭いサウンドっていうのがちょっと苦手だっていう方には、こちらはかなりおすすめです。というのはですね、まあしっかりと低音中高音なるんですけども、比較的綺麗なきらびやかなサウンドっていうのが特徴でございますので、ぜひですね、そういったまあどちらかというとクリアで綺麗なサウンドがお好きな方にはおすすめしたい。そしていろんな楽曲、オールマイティに使われる方にもおすすめしたいなと思いますので、ぜひ聴いていただければと思います。はい、弦の方はホスパーブロンズのライトを使用しております。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音ですね。やっぱこのギブソンらしいこの太くて深い低音、もうお腹にビンビン伝わってきますね。すごい。そしてこの中高音。ジャキッとしたサウンドもあるんですけども、すごくこの結構きれいめ、きらびやかな音色っていうのも感じられるんじゃないかなと思います。やっぱこのストレートブリッジっていうこともありまして、このサスティーンもですね、しっかりしてますよね。わかりますか、そのきらびやかな綺麗な音色、まあ、先ほども言いましたこのナットとサドルを、まあ、当店の方ですね、良質な牛骨に交換していることによって音の粒というのがですね、はっきりしてますので、この1音1音がまとまりがある音色っていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。
といった感じで、もうこのソロ弾きなんかにも非常にしっくりくる、そんなサウンドじゃないかなと思います。はい、やはりこのギブソンですので、まあ、低音、こういったロック系、感じでももちろんいいですし、これきらびやかな、この軽いタッチでもですね、優しく奏でてくれる、といった感じでオールマイティのですねサウンドが得られるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。でしょうか。この1音1音綺麗な音色しっかりと出てると思いますので、もうアルペジオ、これソロ弾きなんかにもぴったし合うかなと思いますので、本当オールマイティーにですねお使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、こちらのおすすめするポイント3つ目でございます。はい、希少性、そしてプライスでございます。こちらのギターなんですけども、おそらく2005年に山野楽器さんがですね、ギブソンに日本限定でオーダーしたモデルじゃないかなと思います。ですのでこちらのギター、ユーズドの市場でもですね極めて流通量が少ないギターとなっておりますので、かなり希少価値が高いギターと言えます。はい、またですね、この山野楽器さん時代にこの復刻版っていうのは今と比べると比較的少なかったんですよ。ですのでそのあたりもですね、ぜひこう注目したい、そんな点でございます。はい、そしてプライスなんですけども、まあ、現在ですね、現行のモデルの復刻版っていうとですね、かなりお値段します。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、そちらがですね今回かなりですねお値打ちとさせていただいております。しかも後付けでこのフィッシュマンのピックアップの方も搭載されておりますので、このライブの方にもですねもう即戦力になりますので、ぜひおすすめしたい、そんなギターでございます。はい、こちらのですねギターの詳細につきましては、欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は2005年製ギブソン J45CS をご紹介させていただきました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、 LINE アットのご登録、いいねの高評価ボタン、ぜひポチッとよろしくお願いします。はい、ということでまたお会いしましょう。さようなら。